はぁ、明日のデートお母さんもついてくる？ブラックワールド。まずい、まずいわね。私の名前はリサ、28歳アラサー女子。30歳が近づいてくるにつれて結婚に対する焦りを感じている。周りはどんどん結婚しているのに、私は未だに彼氏もなし。このままじゃ、このままじゃまずいわ。さすがにどうにかしなければならないと思い、私は真剣な出会いを求めマッチングアプリを始めた。お、マッチングアプリって意外と簡単にマッチするものなのね。私はマッチした男性数人と実際に会ってみて、一番素敵な人にアタックしてみようと決めた。ここまでろくな男と出会ってこなかったけど、今日会う人こそ素敵な男性でありますように。あの、リサさんですか？あ、はい、リョータさんですか？よかった、はじめまして、リョータです。お会いできて嬉しいです。アプリで4人目に出会った男性リョータは、私が想像していた以上に素敵な男性だった。リョータは私のことをとても気遣ってくれるし、私の気持ちを優先してくれる。楽しかった。それじゃあ今日はここまでで、あの、また会ってくれますか？もちろん。私はリョータのことがすっかり好きになり、頻繁にデートをするようになった。頻繁なデートでも毎回スマートにエスコートしてくれて、私はそんなリョータの紳士さに骨抜きにされてしまった。間違いない、リョータさんが私の運命の人なんだわ。私はそう確信して、リョータを絶対にゲットしたいと思うようになった。そしてリョータと出会って2ヶ月ほど経った頃、リサさん、俺リサさんのこと好きです。付き合ってください。はい、私なんかでよければ。なんかじゃない、リサさんだからいいんです。告白されちゃった。やっぱりリョータさんは私の運命の人だったんだ。こんなに素敵な人と付き合えるなんて、私の彼氏なんだよね。嬉しい。告白された翌日も、私はすっかり有頂天になってしまっていた。私たちは付き合ってから早速いろんなところにお出かけするようになった。リサ、ランチはここにしよう。え、ここって私が前に行きたいって言ってたお店？一回しか行ってなかったと思うけど、覚えててくれたんだ。うん、どうしてもリサに喜んでほしくて。はあ、やっぱりリョータ大好き。デートのたびに私はリョータの素敵さに惹かれて、どんどん好きになっていった。でさ、本当にリョータって素敵な人で。それはよかったね。こんなに幸せそうなリサ初めて。でしょ。でね、でね、リョータがお母さんに会ってほしいって言ってるの。だから今度お母さんには会いに行ってくる。結婚も視野に入れてくれてるのかな。ああ、うん、そうなのかな。そうだといいね。それから1週間後、私はリョータの実家に行った。やっぱりリョータのお母さんだからいい人なんだろうな。少し緊張しながらもワクワクして、リョータのお母さんがやってくるのを待っていたのだが、はじめまして。はじめまして、リョータの母です。え、何？私なんでいきなりそんな目で見られてるの？ちょっと服のシワ目立つんじゃない？アイロンしてる？しかも手土産もなし。あんまりそういう教えは受けてこなかったのかしら。え、いきなりの出来事に私は困惑してしまった。ちょっとリョータ、一体これは。私はすぐに視線でリョータに助けを求めた。しかし、そうだね、母さんごめんね、ちゃんと言っとけばよかった。今まで私のことを第一に考えてくれていたリョータが手のひらを返したようなことを言っていた。お母さん思いの人なのかな。まあ仲が悪いよりはいいのか。私は少しモヤモヤしていたが、そう思うことにした。どうやら今日はリョータとお母さんは二人で過ごすらしく、挨拶だけで解散になった。明日のデートの話あんまりしてないんだけどな。そう思っていたら、帰りにメッセージが届いた。はあ、明日のデートお母さんもついてくる？なんと、私とリョータのデートにお母さんがついてくることになったらしい。私は断ったが受け入れてもらえず、結局本当にお母さんが来ることに。なんで彼氏のお母さんと一緒にデートなんか。こんなことってありえるのかな。母さん、
危ないから歩道側来てよ。あら、リョータは優しいね。まあね。リョータもすっかりお母さん第一になってるし、デート中は完全に私よりもお母さんを優先していて、モヤモヤがどんどん大きくなっていった。結局デートは最悪の気分で終わり、後日私は再びリョータの実家に呼び出された。あなたは何も意見せず私の話だけ聞いてればいいから。はあ、まずあなたは結婚したらこっちの家で同棲してもらうからね。あと仕事はすぐに辞めて専業主婦になりなさい。ええ、それから料理は添加物のないものを使うこと。大切な亮太の体に毒を入れるなんてもってのほかだわ。それから洗濯物は洗濯板でね。洗濯機でやるなんて愛情不足よ。それから夜のことは、あ、やばい、無理かも。とりあえず今は何も考えられない。亮太のお母さんのあまりのプレッシャーに私は思わず吐き気を催し、トイレへと逃げ込んだ。なんとか話は終わったが、とてつもなく疲れた。はあ、リョータは全く助けてくれないどころか、お母さんの味方になって加勢してきたし、もう私あんな人とやっていけるのかな。地獄はこれだけで終わらなかった。ん？私とリョータとリョータのお母さんのグループ、いつの間にか勝手に3人のグループが作られていた。怖い怖い怖い。なんでこんなことされないといけないの。リサさん、あなたは家族になるんだから仲良くなろうという気概を見せてね。俺はお母さんと今でも一緒にお風呂に入ってるよ。夜の相性の方はしっかり確認したの？後になってから相性最悪なことが分かっても困るからね。全然大丈夫、心配ありがとね。おかしなやり取りを平然とする二人に耐えきれず、私はグループから無言で退出した。なんなのあれ、ほんと最悪。その日はいろいろありすぎて気持ちの整理がつかず、とりあえずスマホを遠ざけて寝た。しかし朝起きるとまた新しくグループが作られており、大量の鬼伝と鬼メッセージが届いていた。勝手にグループを抜けるなんて失礼だぞ。お母さんに謝れ。お母さんは家族として受け入れると言ってるのに。あっとリサ、正直悲しいし腹が立ちます。あなたとリョータの結婚はまだ認められないです。リサ、いるんだろ、開けろよ。これから家族になるんだからじっくり話し合いましょう。リサさん、何か気に入らないことがあるなら言ってくれないとわからないわよ。リサ、ドアを開けろよ。やめて、怖い怖い。リョータのあまりの豹変ぶりに私は絶望した。いい人だと思ってたのに、なんで私はいつ結婚できるのよ。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。